こんにちはまあビジネスも人生もピンチの時こそ進化が問われるかなと思いますね状態の悪い時にその悪さをどのように裁いていくかそこからどのように這い上がっていくか最悪の時に最善が尽くせる人と最悪の状態の時に両手を挙げて万歳しちゃう人と大きく人生って分かれると思うんですよで今日という日がなかなか思い通りになってないなぁと思う方もしくは思い通りになっていてもそれは自分が作ったわけではなくて周りの人がねなんとなく自分にもたらしてくれた 足り気の場合、これはね、本当によく考えないといけないと思うんですよ。全てのことっていうのは、自分で起こして自分で責任を取っていくっていう、自己完結型なんですよね。自己責任っていう言葉がはびこってますけども、それ以前に自己完結型ではあると思うんですよ。で、全てのことは自ら起こし、そして全てを自分で受け取っていく。だから、状態が悪い時っていうのは、その原因っていうのは自分で起こしたってことなんでしょうね。だからこそ、その原因ってのを突き止めて、その原因を、 変化させることによって、自分の中で良い結果を導いていくってことができるんじゃないかなと思うんですよね。あの全てがそうなんですよ。なんか運悪くそうなっちゃったとかね、あの運が悪かったとかついてるとか言いますけども、ついてるっていうのは、自分を謙遜する言葉なんですよね。お前ついてるなっていう言葉ではないんですよ。で、あのついてないですねっていう風に、人に声をかけるときはいたわりであってね、自分の行いに対してついてないなっていうの、そういう使い方はしないんですよね。 でも多くの方が勘違いしてしまって何か失敗した時は自分に運がなかったとかね頑張ったんだけどダメだったっていうふうに自己肯定感の塊になってしまうわけですよでも実際は全く逆だなと思いますよねこの逆の概念を持たない限りはビジネスでも恋愛でも人生でもね浮かべやろうことはないのかなと思うばかりでございますそれではいってらっしゃい